おはようございます。今日の作業はあぜの草刈りをします。6月に、全ての圃場のあぜに、ラウンドアップマックスロードを散布してます。それで、1ヶ月後の7月に、長期除草ということで混葉除草剤を全て、散布する予定でしてんけども、どうしても長い草、まあ、草の量が多いところについては混葉除草剤はやめました。まあ、この伸びてるところにつきましては草刈り機で、刈っていきます。それで今日マキタのポールヘッジトリマー、これを使っていきます。今回このトリマーにはトリマーグリップやっと届きました。これをつけてこのアゼ、これを買っていきます。まあ、本格的にアゼの草刈りで使うのは本日が初めてです。前回には家の剪定とそれと生田川立ち草、それだけはこのトリマーを使いました。今日は一応自走式草刈り機も持ってきてますが、このポールヘッジトリマーで、刈っていきます。
行こうか。